さ。誰かイオンのあったイオンのコインランドリー教えてください。誰か。おざます。おざま。琵琶湖楽しかったね。楽しかったですね。琵琶湖難しい。琵琶湖なんかだだっ広いからさ、何していいか分からない。何していいか分からん。もう難しかった、でもよかったです、ね、最後取れて、48センチ。はい、48センチ。しかも人生初のアラバマで、アラバマで釣れた。で、今から河口湖に向かうわけですが、はい、見て荷物4人分になりましたね。4人分、ユッキーの分も増えてな。こっちゃこっち。ユッキーの荷物まだ乗ってないから。やばい、これすごい。綺麗でも綺麗綺麗。竿の数よ、これ。素晴らしいよ。素晴らしい素晴らしい。ヒロさん、めっちゃ鼻毛出てますよ。あれ富士山やん。マジ？うわ、マジで？富士山。マジすげえすげえ。富士山浮いてる浮いてる浮いてるよ。空中浮遊山だ。あれが先っちょ浮いてない。ビュッて出てくる部分。すげえ。あれどれどれ？あれ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 真正面薄い薄い。多分空気が悪いんだ。今橋の裏にある。富士山すげえ浮いてるみたいだね。あれだ浮いてる。あ、富士山やん。富士山だ。浮いてるよ山が。本当だ。ねえねえおじさん、富士山よ。うるせえ。富士山、富士山よ。おじさん、でかでかいね。はい、How are you? パドン。川口湖着きました。この人ね、川口ってついてるからね、川口湖って言ったら、ふえーって言うの。うるさいんですよね。川口湖。え？そのアホみたいなの。ただでさえ。まだ富士山、雪が積もってる。え？この人ね、ユキっていう名前だからね、ユキって言ったら反応する。めんどくさい。これね、朝からずっとやってるからね、もうめんどくさい。大変っすね。個人的にもめんどくさいと思ってる。8時間ぐらいやってるから。でもようやく川口湖。うるせえ。着きました。はい。で後ろ。富士山。富士山。綺麗ね。俺初富士。俺も初富士見たか。2回目。俺の富士山の方が元気だな。小富士。小富士やない。おい、見たのか。噴火すらしないやない。今日はちょっと着いたところなので、はい、今からコテージに泊まって、はい、明日の朝から、サンズニー&ボート長考となります。はい、楽しみですね。楽しみですね。一応、まあ一応俺もキムも旗も今回遠征琵琶湖から釣ってるから、はい、とりあえず着きました報告でした。着きました。テヘペロ。ここね、草、うんこしたの？早くね、早くね。ルーさん、どっちめっちゃいいコテージ。あのね、はい、まずここが俺とユッキーの愛の巣ね。え、ハタさんが？ハタね、一人。え、どこで寝ると？どこで寝ると？俺一人でここで寝る。ここハタさんが一人だって。俺と二人嫌そうだな、おい。いや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 、木村くんとか一人部屋ですよ。ユッキーと一緒に寝ようかな。俺も一人がいいな。ユッキーその方がいいですよ。ここ一人、ここキム、てか多すぎやろ人。で、ユーナさんリビング上にあるんだ。リビングが上にある。みんなリビング行こう。やべえねこれ。お家やん。普通のお家。こういうとこ欲しくない？こういう家欲しいね。ほらこういうとこ。てか上の。でね、外見たらね、富士山。富士山。空気が泣いてるね。泣いてるのか。うん、サンサン来るまでゆっくりしましょう。ゆっくりしようか。風呂入ろう。とりあえず風呂どこ？風呂2階。一番に入れるかな。やだー。じゃんけんで勝った人からやりましょう。じゃんけんこれはみんなでやる。あ、フーラちゃん。でも勝ったらすぐ入んないとダメだよ。入る入る。1時間後入ろう。じゃかじゃかじゃん。1時間後？嘘です。じゃかじゃかじゃん。じゃかじゃかじゃん。じゃかじゃかじゃかじゃん。ほっ。え、知らんと。分かんない。え、知らんと。じゃかじゃかじゃんけん知らんと。じゃかじゃかじゃんけんポンってくると思って。
いや、ちゃんとじゃあ合わせて、うん、俺らに合わせて、チェカ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 まだ敵やけどね。じゃんけんぽい。ああ。俺らも決めよう。じゃんけんぽい。なかったよ。ヨネさん最高。全員の出し出たんだよ。これなんて一番に入ってシッてくるけど。あほや。ビヤ入ってビヤ入って。おぉうわ、マジか。どうしたどうした、遊ぼう遊ぼう、ちょ、ここで遊ぼう、ここで。じゃあ俺先入ってくるよ、うん、入ってきて、俺遊ぶ。すごい、ものすごいカオスな武器見つけたけど、これ大丈夫なのなんじゃないかな。顔面が怖いもん、なんか面白いけどね。おかしょ、おかしょ、あげる、あげる、あ、これかっこいいもんね。はい、完成しました。はい、完成しました。まずはお互いの作品を褒め合いましょう。ちょっと褒め合おう。そうですね、まずね、この発想、はい、ここ、このバーを、あこれね、スカスカだったんですよ、ガバガバ。これね、この、見て、ここを斜めに使う発想が素晴らしい。なるほど、シャコタンです。もうね、こういうやつだとね、これもうユッキーの発想からいただいて斜めにしてんだけどね。なるほど。こんなもん、もうまっすぐしかできないやんって、この発想が若いよね。うん、ここすごくいい、この斜め。で、この、なんだろうね、これウィング的な、この緑の茶畑を意識した。静岡通り過ぎてで、このね、こうやっぱね、こう斜めをうまく使ってるね、うん、でこのね、この四角い材料だよ。もう四角いものしか、うん、直角しかない材料で、こんなコンパクトにバイクを表現するっていう、うん、車ですけどはい、次俺の方、はい、攻守交代。頑張るとこあるよ。まあ、一番最初に褒めるべきところは、うん、カラフルなところですねはい、顔です多分、お分かりだと思うんですが、押すと多分、シャコタになるんですおい、やめろおい、やめろ、これ取るぞ、これ取るぞごめんなさい、ごめんなさい。さあ、ここで合体させましょう。ヨーライさんの四角いのをくっつけ丸とこれぞ、共同作業ですより後ろだけやけにスポーツいよりかっこよくなりましたはい、終わり。はい、ありがとうございました。テンテテンテンテレレレレン、テンテテンテンテレレレン、テンテテンテンテレレレン、テンテテンテンテレレレン。